下腹が引っ込まないし、反り腰も治らん。プランクやったり、前もも伸ばしたりするけど、あんまり変わらない。そういった方は、今回のメニューがぴったりです。反り腰直してお腹を引っ込めるポイントは、たくさんの腹筋メニューを行う、腰を伸ばす、一種目あたりの時間を短くするのがおすすめなんです。今回、全部腹筋メニュー5秒。スマホ持ってできるんで一緒にやりましょう。両膝を曲げて、キープです。1、2、3、4、5、交互に足を伸ばしましょう。1、2、3、4、5、両足でいきましょう。1、2、3、4、5、片足ついて片足上げましょう。1、2、3、4、5、反対、1、2、3、4、5、両足、1、2、3、4、5、ゆっくり足をつきましょう。1、2、3、4、5、膝を曲げたまま足を横に振りましょう。1、2、3、4、5、肘をついて膝で丸を描きましょう。1、2、3、4、5、反対回り、1、2、3、4、5、肘をつきましょう。足を伸ばしたら曲げます。5回、1、2、3、4、5、伸ばしたら足をバタバタしましょう。1、2、3、4、5、交互に膝を曲げましょう。1、2、3、4、5、両膝曲げ伸ばし、1、2、3、4、5、両膝上下に5回、1、2、3、4、5、膝を左右に振りましょう。1、2、3、4、5、
足を開きましょう。手を伸ばして起き上がります。5回1 2 3 4 5、片足曲げて起き上がりましょう。1 2 3 4 5、反対足1 2 3 4 5、片足膝を持って足伸ばして止まっときましょう。1 2 3 4 5、反対足1 2 3 4 5、足を交互に入れ替えましょう。1 2 3 4 5、お尻を上げたら下ろしながら体を起こしましょう。5回、1 2 3 4 5、座ったまま寝っ転がったら起き上がりましょう。1 2 3 4 5、お疲れでした。